皆さんどうもこんにちは、イルカ急行の時間です。ここは南海線の岸の里玉出駅。なんかね、ここの駅は BGM が鳴るようで、あそこのスピーカーからずっと何かの音楽が流れています。こんな音楽が流れる駅も結構珍しいんではないでしょうか。さて、今回ご案内するのはあちらのホーム。あそこから出発します南海潮見橋線です。というわけでやってきました6番ホーム。前に見えてるのがもちろん南海本線、そして難波側を見てみれば南海高野線の線路も見えるんですが、この本線と高野線はもちろんひっきりなしに電車がやってきます。でもね、この潮見橋線はなんと30分に1本です。お、ちょうど本線がやってきました。さっき電車が行ったばかりのようで、あんまりにも電車が来なくてすることがなくて暇なので、今度は高野線をご覧に入れましょう。いい音が響き渡ってますね。高野線側のホームとは、ここの階段を降りて、この下の連絡通路をずっと向こうに行ったところで繋がっています。と、まあ今みたいな感じで高野線はあそこを通過していくだけなので、高野線とこの潮見橋線は何の関係もない、なんなら本線の支線っていう風に思ってる方もいるかと思いますが、この駅名表をご覧ください。本線の青ではなく高野線の緑、そしてこの路線図も高野線のものです。この潮見橋線って実は南海高野線の一部で、かつては向こう側の線路とつながっていました。普通に直通もしてたんじゃないかな。しかしご覧の通り物理的に分離された今でも、高野線は潮見橋から極楽橋ということになっています。なので厳密には今から乗るこの区間も高野線、潮見橋線はただの愛称に過ぎないわけです。あ、この音懐かしい。電車は岸の里玉出を出発。西天ヶ茶屋、つもり、木津川の順に終着塩見橋まで各駅に停まります。今回の動画では終着塩見橋まではおよそ7分を予定しております。概要欄をお読みになった上で、最終目的地までおゆっくりとご覧ください。駅を出るとすぐ大きく左に曲がって南海本線と分かれます。分かれながらちょっとずつ坂を降りていきまして、線路が1本の単線から2本の複線へと変わります。まあ2本にしたところで走ってるのは今乗っているこの電車のみ。行ったり来たりこの電車がしてるだけなので、どこかですれ違うっていうことは絶対にございません。つまり意味がないっていうこと。しかし南海高野線の橋本とかの方と直通していた頃はいっぱい電車が走っていたでしょうから、その頃の名残でしょうね。わざわざ線路を片方引っぺかす必要もないので、そのままにしてるって感じでしょうか。さて、さっき渡った道は国道26号線。南海バス制覇への道シリーズ見てくれてる方はこの前浜寺の方で一緒に通りましたよね。あの道です。あの道を越えたあたりで電車は一気に加速しました。次に止まるのは西天ヶ茶屋です。駅の周辺には昔ながらの商店街がありまして、確か30年近く前かな、二人っ子っていう朝ドラの舞台にもなったんだそうな。この辺りってそういうの多いですよね。阪海電車の手塚山4丁目も10年ほど前に鉄板っていう朝ドラがあったんですが、それのロケ地として使われていました。そんなことを言っているうちに電車は間もなく1つ目の停車駅西天ヶ茶屋に到着です。うわ、すっごい味のある駅です。ホームのベンチとか木ですよ、木。大阪市内にまだこんな駅があったとはびっくりです。
うちの車両は誰も乗ってくることなく、誰も降りることなくでした。次に止まるのはつもりです。ここに来る前は高野山で山登りをしていたこの電車2200系、大した勾配のない平坦なこの路線を走るにはもったいないぐらいの力強い加速です。つもりの駅前にはかつては紡績工場がありまして賑わっていました。今ではその工場はなくなって、そこの跡地には西成公園と西成高校ができています。阪神高速の下をくぐって、前方をもうすぐくぐるのは府道29号線、あれをくぐるとしばらくして向かって左側にさっき言った西成公園が見えてきます。ごめんなさいね、なんかさっきから地図見りゃ分かるようなことばっかり言ってますが、ここね絶妙に言うことがないんですよ。たまにやるときやりますよね、この交差する道全部言っていく祭り、イルカ急行あるあるです。西成公園の横を通って電車は間もなくつもりに到着です。次に止まるのは木津川です。近くに木津川っていう川が流れているからなんだそうな。あれ、そんな川あったかなって思ったそこのあなた、環状線乗ってたら大正の駅着く手前で渡る川あるでしょ、あの川です。木津川駅は大阪市で最も乗降客数が少ない駅、場所も分かりにくいし駅前は砂利道、おまけに2023年にはトイレも閉鎖されました。誰がうまいこと言ったのか、大都会の中の秘境駅とも呼ばれています。今では綺麗にされていますが、数年前までは駅前にゴミが散らばっていまして、駅に降りた瞬間に少々匂いがしてくるっていう、まあ、なかなか強烈な駅だったみたいです。もともとは貨物駅だったとは思えませんね。あ、そうなんですよ、実はここかつては貨物駅としてとってもとっても賑わっていました。さっき言ってた木津川から船でいろいろ運んだりとか、橋本のあたりで採れた吉野杉とかの木を南海高野線でずっとここまで、ほら線路つながってたからここまで運んできて、でここからさらに輸送していくっていうこともやってたみたいです。こんな風にホームを見てみても、まさかここに広大な貨物ヤードがあってすぐそこまで船が来ててめちゃくちゃ賑わってたとは思いませんよね。そうそう、貨物駅時代の名残がちょっとだけ残っています。それがね、この今左に見えているぶった切られた線路です。一番右側にも同じ感じで線路が転がっています。次に止まるのは最後の途中停車駅、芦原町です。川とかが流れているわけでもないのに橋がありました。おお、今一瞬ふわっと浮きました。もうちょっと速度出てたらジェットコースターみたいな感覚になったかもしれません。向かって右側、並んでいるのは阪神高速、あっちはあっちであそこでぐっと下に下がって、でまた上に上がって下がるっていうもろジェットコースターの構造となっています。向かって左側、芦原自動車教習所の横を通って電車は間もなく最後の途中停車駅、芦原町に到着です。前方交差しているのは環状線の線路、せっかくなので来てほしいですね、呼んでみましょう。幼い頃から環状線側からこの線路自体は見ていましたが、車両自体は見たことは一度もなかったので、この線路が千代見橋線のものって知ったのはほんの数年前のこと。それまでは阪海電車のものだと思ってたんです。環状線側はいっぱい走ってますが、千代見橋線は1時間に2本、環状線の車両からこの千代見橋線の車両を見られたらまさにあっと驚く奇跡、かなりラッキーです。環状線の下をくぐって次に止まるのは終着塩見橋です。かつては道頓堀っていう駅名を名乗っていたんですが、
あのグリコの看板とかがある繁華街の道頓堀とはちょっと離れておりまして、紛らわしいじゃんっていうことで、道頓堀を流れる道頓堀川、そしてそこに塩見橋っていう橋がかかっていたことから、今の塩見橋駅に変わりました。結局道頓堀駅名乗ってたのは1年だけでしたね。当時の塩見橋は今では新しいものに掛け替えられています。ところでこの駅、駅の真横に阪神難波線の桜川駅があるんですが、放送では特に何もなし、ネットで調べてみても乗り換えの案内はありませんでした。もしかして仲悪いですか？ご視聴お疲れ様でした。そしてありがとうございました。電車は終着塩見橋に到着です。この先も最終目的地までお気をつけて行ってらっしゃい。ね、すぐ隣でしょ、阪神電車の桜川駅。折り返しまでまだ時間があるので、ちょっと中うろついてみましょうか。この本数でよくこの大きさの時刻表を作ろうと思いましたね。で、まあそれはいいとして、改札の上にはものすごく古いデザインの案内図がございます。2016年頃までは1950年代に使われていたやつがそのまま残っていたみたいですよ。でもあんまりにもめくれて剥がれて汚くなってきたので、小分けにされて売り飛ばされたんだそうです。今あるこれはそれを再現して2021年に新しく作られたものです。主要な駅のみの記載みたいですね。モズ八幡や初芝とかが抜けています。ちゃっかり仙北線も書かれていました。それにしてもこの路線図、落ちてきたら怪我じゃ済まないですよ。こんなレトロな温度計もありました。今の温度は6度です。最後までのご視聴ありがとうございました。今回の動画いかがでしたか？最後に今回の動画とそれに関連する交通費使用時間を書いておきます。岸の里玉出から塩見橋まで南海塩見橋線で240円、使用時間は約10分です。右手出して最初はグー、じゃんけんグー、パーの勝ち。この動画が面白かったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さん、良いはいい？またお会いしましょう。多分ね。それでは、アディオス。